はい、こんにちは、浅井です。今回は、一部モンスターにアシスト進化が追加ということで、なんか情報がね、発表されているんで確認していこうと思うんですけれども、ですね、今回追加されるのが、この旧フェス源の、分岐進化とかストーリー進化の、アシスト進化とかですね。なるほど。ここにスポットを当ててきたかと思うんですけれども、ただ、これ素材を見てほしいんですよね。このチーリンドラゴンとか、ブラフマードラゴンとか、シェヘラザードドラゴンとかのレアのね、奇跡を全部使用する進化となっているんで、相当その進化へのハードルが高いので、まあ今ね、そのイベントでゲットしやすくなってるやつ来てますけど、それでもね、一発一発結構重いので、これはね、全部作ろうと思ったらマジで大変ですね。はい。ちょっとゆっくりやっていく必要があるかなっていうふうに思いますけれども。はい。ということで、見ていきましょう。オデン、メタトロン、ソニア、カーリー、ウルド、ベルダンディ、ガディウス、ズオウ、ツバキ、スミレ、サツキ、サリア、アウストラリス、フェンリル、シェリアス、バルオア、シトリー、ロノウェ、クトゥガ、高見結び、ネバン、関羽、緑関羽、赤関羽、諸葛亮ですね。はい、見ていきましょう。おでんの首飾りの方が、スキルはこれ変わってないのかな。リダスキルがスキブとバインドと暗闇3つ。強くね強いな。こいつってもさ、ストーリーで進化するやつからさらに進化だから、数限られてるよね。なるほど。ここに進化させるかどうかちょっと迷うところなんですけれども、まあ、性能は高そうですね。はい、光メタの首飾り、スキルは変わってなくて、覚醒が回復泥強、チーム回復2個、バインド回復2個、これ、もともとのメタトロンの武器の、まあ、多分完全上位互換なんじゃないかな。そうなんだ。まあ、確かにレアな素材使うからこっちの方が強いっていうのはわかるんだけども、そんな綺麗に上位互換にする必要はなかったんじゃないかなという気が個人的にはするんですけどね。はい。で、ソニア。こちらもストーリーで進化するタイプの、このソニアって複数体作れたっけ？確か無理だったような記憶があるんだけれども、1体しかないやつをこの武器にするのかどうかっていうのはちょっと、しちゃうのは怖いな。だってしちゃって、元にまあでも一応いけんのか。まあちょっと、これ様子見た方がいいかもしれないですね。はい、スキルは一緒。覚醒が火のコンボとバインの毒3つ。はい。で、光、カーリーの方が、指プラ3つ。ほう、めっちゃ指伸びる。3秒伸びるという感じですね。はい。ウルノの方が、スキル変わってなくて、火のコンボ、水のコンボ、チーム HP、チーム回復。なるほど。で、ベルランディ、こちらがなんか先日、誕生日、エシさんのね、誕生日のあれで強化されたんですけれども、スキルが、こっちは3色人なのに対して、こっちは激減ついてますね。で、覚醒の方が、バインド、レッツ2つとチーム回復2つ。ガディウスの方が、毒4つの、お邪魔暗闇。ほう、強いな。はい。ズオウの方が80秒強化と暗闇4つ。ツバキが2体攻撃2個とチーム HP。はぁ。はい。で、スミレの方が L 字2個とチーム回復2個。これ、ロイヤルオークに合わせてきたっていう感じかな。はい。サツキ、こちらがバインド耐性と2体攻撃2つ。ちょっとさ、星7フェス源のさ、あいつ、なんだっけ、ゼローグのさ、どっちもさ、完全上位互換じゃん。なんでさ、9フェス源、星5のフェス源がさ、星6、星7フェス源よりも強いの。すげえ違和感あるんだけど、もうちょっとね、バランス取ってほしいなという気はしなくもないんですけどね。はい、サリアの方が光泥鏡3つとチーム HP2 個、アウストラリス、列、木の列5個、これはノーチラスに合わせてきた感じかな。はい、フェンリル、お邪魔の目覚めと、暗闇2個、毒2個、違うわ、暗闇2個、お邪魔2個、毒2個ですね。で、シェリアス、L 字3つ。マジかよ。いろんな武器のさ、上位互換になっちゃったな、これ。そうなんだ。スキルもまあそんなに悪くないし。強えな。はい、バルボア。バインドとチーム回復2個、チーム HP2 個。シトリー、バインドとチーム HP2 個、チーム回復2個。ロノウェ、バインド L 字2個、お邪魔毒。クトゥガ、スキブとチーム回復4つ。違う違う。自動回復ですね。自動回復が4つ。はい、高見結び、雲と火の列4つ。2番が L 字とお邪魔4つ。木のカーブが操作負荷と、木の列4つ。そして火のカーブが二体攻撃と火の泥気を4つ。木の諸葛亮が十字と、毒2個、暗闇2個。で光諸葛が暗闇4つと毒お邪魔ということで、ちょっと全部強いですね。まあ、元のスキルが割とちょっと古いものもあるんで、そこ使うっていうところを考えるとどうなんだろうって思うけど、覚醒自体はね、むちゃくちゃ強力ですね。今までに登場した武器の中でもトップクラスの内容ばかりになっているんで、なるほどね。ただね、今からこれらのモンスターゲットしようと思ったら、普通のね、石5個のレアガチャを回さないと出ないんで、それを、まあ、どう取るかっていうところですね。はい、ということで、まあ、性能は非常に高いんですけれども、素材が厳しいっていうところで、まあ、いろいろとね、またいろいろ準備しないといけないのかなというところがありますね。はい、レアドラゴンが対象、ダンジョンに出現イベントの方が、5月3日の10時までとなっておりますので、チェックしておきましょう。で、あとね、もう一個ちょっと気になるのがあって、Twitter でちらっと見たんですけど、これ見てほしいんですよね。最新の進化情報一覧ということで、これ、2021年4月。これやばくねえかこれやばいでしょ、マジかよって思ったもん、俺見たとき。全部、アシスト進化で、そのほとんどが、まあ、その耳飾りとか首飾りとかそういう系で、これが学生証ですね。全部この武器化になっているんですけれども、これやばいでしょ。マジかよって思ったもん。イシスだけじゃん。はあ、ということで、まあ、ここ最近本当にこういう首飾り系とかの、その元のイラストをそのままなんか飾りに差し込んだタイプの武器っていうのが量産されてて、僕ね、これはどうなんだろうなってちょっと思うところありますよ、やっぱり。僕はこのゲームのいいところってイラストかなっていうふうに思ってるんで、それをなんか使い回して、この種類だけね、増やして、で、なんかダンジョン周回させたり、ガチャ回させたりっていうのは、正直あまり印象がいいとは言えないので、なんかね、ちょっと僕は、あんまりこういうことをやっぱしすぎると、やっぱ反感買うというか、モチベもどんどん下がっていくし、ただやることだけが増えて、それでなんか、ね、こういう新しいイラストを見るっていう楽しみが奪われていくような感じがして、結局なんか、低コストで売り上げ上げたいのかなっていう印象しか持たれないと思うからね、やっぱほどほどにした方がいいんじゃないかなって思いますね。今年の4月から急になんかこういう方針になっていって、これからもどんどんなんか追加されていくのかなっていうふうに思うと、なんか手放しで喜べないなっていう気が個人的にはするんですよね。はい、ということで、ちょっとパッと見たときマジでエグいなって思ったんで、この辺どう思ってるのかっていうのをね、皆さんの感想もよかったら聞かせてほしいなっていうふうに思います。はい、ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。